はい、こんばんは、今井です。本日はですね、YouTube に投稿いただきました質問の回答をしてみたいと思います。で、今日のポイントはですね、医療におけるジレンマというところで、医者と、まあ、療法士の関係性っていうのについて、持論ですけども、お話ししてみたいなと思います。YouTube に寄せられたコメントがこちらです。質問させてください。勤務先の病院で医師がリハビリを重視しているか否かで、理学療法を処方される患者さんの数は異なってくるという話を聞きました。そこで疑問なのですが、医師がリハビリを重視して、 しているか否かを知る方法ってあるのでしょうかということですねざっくり回答してしまうとまぁ、あ、お医者さんに聞けばいいっていう話ですね僕らがお医者さんと関わる時間っていうのはおそらくカンファレンスだと思いますけどもその中でお医者さんと話す中でその先生がリハビリに対してというか理学療法に対してどういうイメージを持っているかっていうのはすごくチェックするポイントとして重要かなというふうに思いますでよくやってしまいがちなのがお医者さんも理学療法 の人が一体何ができて何ができないのかっていうのを詳細にわかる人ってなかなかいないという風なのを前提に理解することが重要ですなのでこちらがこちらの知識として医師に話してしまうと医者もわからないことが多いのでそうするとまあね面倒くさがられますよね確かに医療っていうのはその チーム医医療療と言われていてていい並列関係で医療職は1人の患者さんを見ていきましょうねっていうのが基本的ですけどもまだまだやっぱり日本ですとどうしても医者の力が強いとまあそれもそうなんですけどねやっぱ教育としてたくさんの時間をかけて勉強する方がお医者さんになられてますのでそういったところをまあ確かに尊重しなければいけないっていうのは、まあ、文化なのか社会の何て言うんでしょうか流れとしてはあるのかなっていうところはあります。ただだだそれに対してててこうだなんて言っても,何も恥 始まらないのでじゃあ戦略としてどうやっていくべきかっていうのはまず僕がやるべき方法というか思うのは。 医師がどんなことができるかを知ることが必要かなと思います。まあ僕であれば整形外科にいたので整形外科の先生が得意とする手術はどういうものなのかどういう主義なのかっていうところですね。でその中で先生が手術に対して重要視しているポイントっていうのが人によってかなり違います。医師によっては手術でうまくいけばリハビリが必要ないっていうふうに考えてる先生もたくさんいらっしゃいますし、えっ、ー、と術後のリハビリがすごく重要だっていう先生もいらっしゃいます。それは術式によっても違うかもしれません。 例えば TKATHA に関してはやっぱ関節が変わる人工物に変わるっていうだけで痛みは劇的に変化しますのでそんなにねその集中的なリハビリは必要ないですよっていう先生もいるかと思いますなので、えっと、入院期間もね比較的短いただあの腱板断裂みたいになってくるとリハビリがすごく重要になってきますよね筋肉が切れてしまってるのでそれを再教育するっていうのはリハビリ以外無理ですね まあ、これは再生医療のところでも行われてくると思いますけども、基本的に組織を再生したところで、その組織をじゃあどうやって動かすかっていうのは、えっと、理学療法ない作業療法が必要になってくるというのは間違いない部分かなというふうに思います。まあ、医師がリハビリを重視しているかどうかっていうのは、本当に教育の違いによってだいぶ異なります。それは僕らも同じですよね。理学療法っていうもの自体の認識、哲学、倫理、えっ、ー、と、理論という部分において、僕らが、えっと、勉強したその過程、 によって理学療法というものが作られていくわけですけども一応定義上ね法律上ではありますけどもなかなかそれが定義がねちゃんと平均的に伝わってるかっていうと僕ら理学療法士であれその定義は広まっていないという現状を考えるとそれをじゃあ医師にも求めるのはなかなか難しいですよね。 そうなってくると当然不一致が起きるのは当当たり前の話です当然医者だって、ね、医師の重要性を訴えたいですし自分たちの、ね、手術っていうのが素晴らしいものだっていう風の自信はあると思います、まあ、一方で理学療法を行う理学療法士作業療法,作業療法を行う作業療法士も自分たちの,、ね、その実力っていうのをえっと証明したいっていう部分もたくさんあると思いますただそんなことを言い合っても何も始まらないですといいうか会話にならならんですよそれって医者が 医者の凄さというか知識を僕らに伝えるっていうのは伝えるものに対して僕らが理学療法の素晴らしさを伝えるっていうのは。 一見同じような話をしてそうで、実は解が食い違ってます。喋ってる層が違いすぎて、あの一致しないんですよ。じゃあ僕らはどうするべきかって言ったら、やっぱり医師の意見を聞き入れるっていうのが、えっと法律上重要だなというふうに思います。あくまでも僕らは病院えっと病院とかねクリニックとか医療機関であれば、医師の指示のもとっていうのが基本的になります。医師の指示書がなければ僕らは仕事ができないということを考えると、やはり医師のえっと指示にえっとまずは従う。 で従った上で「僕らだったらもう少しこういうことができますよこういう風にしてみたらどうですか?」っていう提案をするっていうのは正しい方法かなというふうに思いますので全てを無効化の意見をね拒否してこちらの意見ばっかり述べるっていうのはちょっとそれはいささかまあ誰もね許可はしてくれないと思うのでまず僕らがやらなければいけないのは所属先の医師に何ができるのかっていうのを徹底的に理解することだと僕は思っています。僕が勤めてたククリニックは本当に理事長先生の、えー リハビリに対する理解っていうのがものすごい強いクリニックで非常にありがたかったなというのをすごく感じています、まあ、こんなものまで僕らに託してくれるのかっていうね <laughs> 本当にそれはえっ、ー、とありがたかったなというふうに思うのでこの辺の問題っていうのはそこまでなかったかなというふうに思いますし手術のねオペ方法に関して聞けばオペ系も当然できましたのでその辺の問題はなかったんですけども、まあ、もしねそういう、えー、と病院に当たってしまったじゃないですかそういう医師に当たってしまった場合はこちらの意見ばかりを主張せずにこのお医者さんがなぜそんなことを言うのかなぜそういうことを僕らに求めているのかじゃあ僕らはその目的に対して 何を提供することができるのかっていうのを適切に評価してアプローチするっていうように医者と僕らの関係性っていうのも評価と治療評価とアプローチっていうものが必要になりますので医師一人一人を皆さんの手で評価してみてほしいなというふうに思います昔はね実力講師で医者じゃ無理だから僕らがやりますって言ってバンってやろうとした時期も僕にもありましたけどもそれってほとんど意味がありません結局その交渉相手交渉材料として患者さんを使っているというのは まあ、医療としてはあってはならないものだと思いますのでそこはねやっぱり医療従事者同士お互いの意見を尊重し合ってその間の、ね、ポイントをどこに置くかっていうね意識が重要なのではないかというふうに思います。まあ、こういう問題は、ね、医者以外にも看護師さんとかね、えー、とその他の職種の方に対しても同じかと思いますのでまずは、えー、と話を聞いてみるというのが大事かなというふうに思います。 リハビリを重要視してますかって聞き方は当然おかしいですけどね先生がこのオペをしたのはなぜこういう風うにしたんですかとかっていうところから聞くっていうのが重要なのかなというふうに思います まあ本来ね指示書の中に僕らに行ってほしいことが書かれてたりするのがまあ基本ではあると思いますけども書けないんですよそこまで教育が進んでるわけじゃないですしじゃあ逆に言うと僕らの技術がそこまで、ね、エビデンスガイドラインがたくちゃんとね定まってるわけではないのでそこはね、まあ仕方がないことだと思っていただいてまずは相手の意見を尊重する。 で分からなければちゃんと聞くっていうことを、まあ、すごい人,人として基本ですけどね。っていうことをやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。回答になってるかちょっとわからないですけども、また何か質問等あればコメントいただければという思います。ということで本日もためになったよと思っていただけたらいいね、またフォロー、またチャンネル登録をお願いします。ということで本日は以上になります。では。